ドハープの音色。貴様ら、人魚どもの手先か。面白い。この海が誰のものなのか、貴様らの死を通じて人魚どもに改めて教えてやるとしよう。行くぞ。我が海から去れ。パワーアップよ。一足ですね。絶好調。懐かしい。俺はこの町の領主ジエゴ師匠のもとで修行していたことがあってな。あの頃からこの町はまるで変わっていない。ジエゴ師匠や仲間たちと修行に明け暮れ、ソルティコの海から自然の厳しさを教わった。この町全てが俺にとって人生の師だ。じゃあ私外の綺麗な花畑でお花摘みしてくるわ。町の外で待ってるから終わったら呼んでね。おい待て。前からずっと気になっていたのだが、ジエゴ師匠のご子息ゴリアテなのではないか。思ったより気づくの早かったじゃない。バレちゃったなら仕方ないわ。久しぶりね、グッデイック。なんてことだ。あの気まじめなゴリアテがこんな風に変わっていただなんて、師匠はさぞ驚かれるだろう。それにしても貴様、先ほど逃げようとしていたな。ジエゴ師匠とお会いしなくていいのか。かつて師匠との間に何があったかは知らぬ。何か深い事情があるのだろう。だが今は勇者の星が地に落ちた返事の時だ。あの黒き太陽に立ち向かうためにも、今こそジエゴ師匠と和解し力を借りるべきではないか。そうね、グレイグの言う通りよ。きっとパパなら力を貸してくれる。うん。私決めたわ。怖いけど勇気を出してパパに会ってみる。あそこのお屋敷まで一緒に行ってくれる？ありがとう。そうこなくちゃ。よし、パパに会いに行きましょう。
パパ、ただいま。誰だてめえ。てめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ひー、ごめんなさい。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。え、てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。パパ、まさかそれって。こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のこと認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。落ちた勇者の星のことだ。確かに底知れねえ邪悪な気を感じるぜ。そう、あの黒い太陽が空にあっては人は心の底から笑えないの。だから私、黒い太陽を何とかする。そして明るい世界を取り戻して今度こそ夢を叶えてみせるわ。それでね、パパにお願いがあるの。あの邪悪な黒い太陽に立ち向かうため、パパの力を貸してくれないかしら。師匠、私からもお願いします。今世界は禍々しい気配に満ちています。この闇を払うため教えを乞いたいのです。ハハハハハ、こいつは傑作だ。十数年ぶりに顔を見せに来たと思えば、この俺に力を貸してほしいだと。いいだろう、あのデカブツをぶっ壊すまでとことんおめえらに協力してやら。パパ、本当？おお、てめえみてえなドラ息子だろうがなんだろうが、困ってる人を助けんのが騎士道ってもんだ。騎士に二言はねえ。よし、早速だが、いにしえより我が家に伝わりし大いなる試練を与えてやろう。大いなる試練ですか。そうだ、デルカコスタ地方にあるデルカダール神殿に黄金に輝く巨人が封印されている。こいつに打ち勝ってこい。ただし普通に勝つだけじゃダメだ。おめえら二人で力を合わせて大魔神斬りでとどめを刺せ。これが試練だ。見事試練を果たせば、どんな強大な力にも立ち向かえる最強の武器が手に入るだろう。あのデカブツにだって引けは取らねえはずだ。最強の武器が手に入るとなれば、がぜん燃え上がってきたわね。その試練受けて立とうじゃないの。うん、威勢がいいのだけは変わらねえな。デルカダール神殿の封印は俺が解いておくから、二人で協力してせいぜい頑張りな。Thank you.
我らの勝利だ。グレイグやるじゃない、さすがは英雄ね。あなたの勇ましい戦いぶりを見てパパから教わった騎士道を思い出したわ。認めたくはないが、俺がうまく立ち回れたのもゴリアテのフォローがあればこそ。貴様の乙女心とやらも大したものだ。だけど変ね。パパの言うには試練の巨人を倒せば最強の武器が手に入るって話だったのに。師匠、いつの間に。よくぞ試練を果たしたな。青2歳だったおめえらがここまでやるとは思わなかったぞ。ちょっとパパ、試練を果たしたら最強の武器が手に入るなんて真っ赤な嘘じゃないの。何を言ってやる。お前らはすでに手に入れているはずだ、最強の武器をな。何言ってるのよパパ、もったいぶらないではっきり言いなさいよ。もしや師匠、最強の武器とは私とゴリアテの。さすがはグレイグ、察しがいいな。そうだ、おめえら二人が息を合わせて試練に打ち勝つ、これこそが真の狙いだ。極限の集中状態で互いの心を通わせて戦うと、心が研ぎ澄まされ己の短所を埋めるよう新たなる素質が目覚めることがある。その相手に影響された眠れる素質、そして仲間と協力する絆の力こそが最強の武器なのだ。どうだ、感じるだろう。これは。まだ剣を手に入れたばかり。これからも二人で協力して切磋琢磨していくんだな。ちょっと待ってよ、そんなこと言わずにパパも一緒に切磋琢磨しましょうよ。なんでそうなるんだ。仲間と協力する絆の力こそ最強の武器なんでしょ。それなら二人よりも三人の方がずっと強いわよね。それに前に言ったじゃない、あの黒い太陽をぶっ壊すまでとことん私たちに協力するって。騎士に二言はないんでしょ。師匠が共に戦ってくれるとは心強い。私からもお願いします。ああ、分かったよ。俺の剣だってまだまだ錆びついちゃいねえぜ。助太刀してやっからいつでも呼び上がれ。なあ、聞いてくれ。こんな時にすまないが、お前に大事な頼みがある。この扉の奥には俺にとってどんな財宝よりも大切な奴がいる。そいつをお前に助けてもらいたいんだ。
そうしてあてもなく旅を続ける中で、俺は預言者を名乗る男と出会い、そいつからとある預言を受けたんだ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の贖罪も果たされるだろう、ってな。こっちだ。この奥にあいつがいる。お前との旅の中で、俺なりに考えていたんだ。もしかすると、勇者の剣の力なら、この呪いも打ち破れるかもしれない。頼む！お前の力を貸してくれ！どんな姿になっても、こいつは、前は俺の妹なんだ！俺のこと助けてくれてた。ごめんな、マヤ。よしいいよ、許してやる。予言は本当だったってことか。ありがとよ。おかげで俺の贖罪は果たされた。今度は俺がお前の期待に応える番だな。よろしく頼むぜ、相棒。凍てつく湖に封じられし、古の存在なり。待ち望んだ我が主の復活とともに、かつての力が、蘇ったわ。ロースの手によって湖に封じられた、あの時の雪辱を、今こそ果たさん。勇者よ、その体、八つ咲きにしてくれよ。やれ！
八つ裂きにしてくれるわ。お気をつけて。お疲れ様でした。